冷蔵庫のドアを閉めようとした時だった。夫が突然現れた。アンナは怯えた。その時突然ドアベルが鳴った。かっこいいおまわりさんが来ました。アンナは夫が彼と密談しているのを見た。私の金の卵を募集しに来たんじゃないでしょうね。間一髪のところでアンナは奇妙な電話を受けた。僕が奪われる日よ。その直後でした。突然鶏の鳴き声が聞こえた。どうして鶏がいる。この鶏は絵の卵を盗みに来たんじゃないよね。アンナは金の卵を守ろうとしました。彼女はこの鶏をビルから放り投げた。その直後アンナは娘がこっそり自分を見ていることに気づいた。この子も私の金の卵を盗みに来たんじゃないでしょうね。レイラ、彼女は宝くじを買うと必ず当たります。そして彼女のタンスに大金の山が現れた。アンナは分厚い紙幣を何度も何度も眺めた。真夜中だった。娘は冷蔵庫を開けては物色していました。アンナは娘を見つけて探すのをやめるように言った。お探しのものは今私が持っているんです。それを聞いた娘は戸惑った。手に持っているものを母親に尋ねた。二人の会話でニックは目を覚ました。ニックは出てきて、二人の秘密は何かと尋ねた。そしてアンナが手に持っているものを尋ねた。アンナはもう誰も信用していなかった。みんな金の卵を盗みに来たのだと思った。彼はアンナにベッドに戻るように言った。そして彼女の手を掴んだ。しかし、アンナは抵抗した。アンナは金の卵を守ろうと必死でした。そして彼女はニックの手を噛んだ。彼らは午前2時過ぎまで楽しんでいました。アンナは金の卵を握りしめて離さないのです。するとニコが絵画から面取りを拾ってきました。なぜアンナがペットを絵画に置き去りにしたのかと問いただしました。僕に文句があるのかい。そして面取りを家に話して育てました。アンナは情報を最も狂っていると思っていました。もし彼女が卵を繰り返したいと言ったら、アンナは台所に行き、包丁を手に取った。包丁に直接切りつけた。ニコを切りつけてしまいました。娘はすぐに警察に通報した。